皆さんお元気でしょうか。ワンダーランズタイニーティーナと魔法の世界ダウンロードコンテンツ第3弾鎖を溶かしまくれ最終形態編でございます。いやー、第3弾もねとうとう最後ですね。どうなるかは想像つくんですけど、でもワンチャンねなんかすごいもんぶっ込んでくる可能性もありますから、はい、ちゃんとね最後まで見届けましょうね。で、話はちょっと変わりますが、日本列島ね梅雨明けたと思いきやですねまた雨ですね。まあ気温が下がってね過ごしやすいっちゃ過ごしやすいんですけど、まあでも日本ってほら山多いでしょう。だからね後ろが山っていうねところで住んでる方はね怖いでしょうね。だからどうするんでしょうね。ああいう時ってやっぱりどっか避難するんでしょうねきっとね。なんで皆さんねそういったところで住んでる方はねお気をつけくださいって感じですね。それじゃあ行くぞマシボーな、ちゃっちゃと終わらせたいわ。さあ、難易度4、クリミナルマスターマインド、魂の番人に裁きの鉄槌を振り下ろせ。なるほど、行くぞポチッとな。己のすべてを投げ出さなければ希望は失われる。やつめ必死だな。逆境の中あらゆる苦難を乗り越え果てしない時を渡る。希望とはもうダメだという時に我々をつなぎ止める鎖だ。だがたった一つ輪が壊れただけで鎖はたやすく崩壊する。おっと、ほんの小話のつもりがつい長々と。さて、固い話はここまでにしよう。そして同様にフョードルの映画もここまでというわけだ。さあさあ、フョードル。さあ、フョードルの前までやってまいりましたよと。なんかね、毎回ね、もうアヒャーってね、なんかもうテンパって立ち回ってる感じがするので、最後ぐらいクールにかっこよくね、行きたいですけどね。とりあえずどんな感じかね、ちょっと偵察しましょうね。あれは縦のソニックウェーブを出してくるドクロが、うわー、もう隙間なく敷き詰められてんのか。これはちょっと、クールに立ち回れる自信ないな。そもそも1回でクリアできるかな。うわー、行きたくねー。しょうがない、行くしかないか。さあ覚悟を決めていきましょうね。行くぞ、1回で終わらせたい。1回で終わらせるぞ。もうすい、ちょ待って、どんな感じ。はい、まず、あぶねえ、ちょっと待って待って。あ、もういきなり動いてるじゃん。ちょっと待って、これやばいぞ。おー。で、おー。いかーん。もう至り尽くせりだな。これは、よっ。ちょっと待って、あいつだ、あいつ。岩礁なんとかしないと。ほい。さあ。うー、邪魔くせえ。うわ、やぶねえ。うー、来たな。ちょっと待って。まずいな。よく見てりゃなんとかなる。あ、ちょっと待って、待って。早いよ、ちょっと待って。行って。あ、やばい。あぶねえ、落ちるとこだったよ。ちょっと待ってください。マシュフォーも死んでるな。まずいな。よいしょ。復活だ。あぶねえ。ちょっと待って、待って。よし、冷静にな。よし。ていうか、岩礁がちょっとあれだな。いいか。冷静になれ。危ねえよ。これは、一体なんだ。何食らったんだ。飽きちゃったな。危ねえ。ちょっと待って。とりあえずあれだ。マシューボーが帰ってくる。死ぬわけにはいかないんだよ。バカが。まだ。いかん。ダメだ、クールに立ち回ることはできない俺には。ほう、邪魔くせえ、こいつら。まずいな。危ねえ。死んでくれ。よし。
あれもう一体は？まあいいや、とにかくもう、これ壊さないとまずいな。あとどれ？あ、来てるな。ちょっと待てよ、お前。ちょい。ほ。もうずっとあれですね、下のソニックウェーブも来てるのか。あー、マシュボーがまた死んでる。いかん、危ねえ。よし。あれ壊すの早く。もう邪魔ですよ、いろいろと。よし。で、次はどこだ？いかんな、また来たな。ほら、おな、あぶね。うおー、おー、おー、ちょっと待って、おー。やだ、ダメだ。ダメかもしんない。俺、クリアできる気がしないぞ、これ。今回。ちょっと待って、待って。岩礁バッターすか。おいおい、マシュ、ありがとう。やばい、やばい。ふんふん、無理です。まずいな、これ。あ、いって何？始まったよ。時々下のね、あのソニックウェーブがね、表示消える時があるんですよね。これは辛いな。まずい、厳しいな。よっ、早く壊れてくれ。余裕がない。よ、壊れた。次はどこだ。ほいって、ちょっと待て。いかっ、やっべー。いやー、やばいな、やばい。マシュが死ぬ。ちょっと待て、マシュ、死ぬ前に俺を起こしてくれ。頼む、なんとかあなたのお力でお願いします。俺を男にしてください。あ、やばい、やばい、なんとか願書。よし。危なかった。ちょっと待って、押し付け。うおー。で、あれか。ねえ、ちょっと待って、宝箱に乗ろう。よし。さあ、乗れてないですね。あ、乗れてないよ。マシュ、早く帰ってくれ。頼むぞ。よし。これさえ壊してしまえば。やばいな、岩礁来ちゃったな。いかーん。ちょっと待て。やばい。頼む。死ね。よし。危なかった。はぁ。ほう。よし。これきついなぁ。まだ第一フェーズだろ、これ。弾の管理もしないといけないしなぁ。よし。よし、帰ってきたな、マーシュな。よし。溶けろやぁ。よいしょ。もううるせえな、岩礁がよ。バットアスうぜえ。よし。もう無視だ、バットアスは。よ。ほう。溶けろ。よし。はぁ、あ。よいしょ。もうあれですね、マシューボーとかもう生きてられないですね。一瞬で死んじゃいますね。とりあえずマシューボーが帰ってくるまではちょっと待機だ。どんな感じだ？なんか動いてんな。なんだあれ。おい。これはちょっと待てよ。ここかな？多分。こっから行って、あの火をジャンプして、あれ避けて、で、あれジャンプしてって感じか。さあ、マッシュボーがね、そろそろ帰ってきますね。ジャンプだ。よし。さーて、まずは火をジャンプ。で、こいつは冷静に行きたいが、よし。で、これもジャンプ。あ、結構、楽じゃねえか、これ。あ、よかった。よし。ふぅ。で、次が第2フェーズか。よし、気合入れていくぞ、みんなな。よいしょ。ほっ。で、またソニックウェーブ来るのか。邪魔くせえな。岩礁は邪魔だ。いかんな。ほっ。よし。で、待て、バットアスが強いんだよな。よし。うわぁ、マシューボーがもう倒れた。強えバットアス。溶けろー。
溶けてくれ、早く溶けてくれ。よし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 、よいしょ。まずいな、また来たな。うわぐぅぅよーよし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 、もう分かったから、もう心なしか、ソウルセルも硬い気がするんだよな。いいよ、すげえ。マシューボーがあと12秒か、戻ってくるのがね。まだ来たな。どこだ、あれか。もう今回あれですね、縦のソニックウェーブが動かないからまだマシだけど。ちょっと来るんじゃないよ、もう。よいしょ。誰か、第2フェーズはガンショーが1体なんですね。これは難易度が若干ね、コントロールされてるんですね、バランス的にね。そうすると第3フェーズがやばそうだな。さて、移動するのが怖いですが。うわー、しまった、危ねえ。ふぅ、あ、また岩礁か。よし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 、まずこいつやっちまわないと。邪魔くせえ。ふぅ、邪魔だよ君。よし、行って行って行って、なんか食らっちまったな。あ、また来たな。あー、やばいの来たな。ちょっと待て、これはまあ、いってー。あれ、マシューはもう死んでんのか。ほぼいないのと等しいな、もうな。こうなると。危なかった。で、うおー、また来ちゃったよ。ちょっと待って、これまずいぞ、本当に。いってー。ちょっと待ってー。よし。いかーん。また来てる。頼む。違う違う、マッシュ、違う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 。俺起こして、俺起こして、俺起こして。うん、そう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 。よし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 。やばい、マッシュが、危ねえ。おお、一瞬で溶けたな、今。危なかった。岩どこ。石、あれだ。マジで余裕がない。岩礁がいなければこんなに苦しむことはないんだから。よし、次はラス位置どこ。やばい、やばい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 。おお、あ、やばい、何食らったんだ今。まずいな、死んでるか。頼む、うわー、ぶねー。ちょっと待って、ラス位置がわからん。ちょっと待って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 、危ねえ。よいしょ、いって、あれか。余裕がねえよ。待って、あー、バッタスか。バッタスはちょっと強すぎるな。よし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 、もう無視だ。無視をして、うまいこと縦のソニックウェーブだけ。あぶねえ、ちょっと待って、なんか引っかかってる、なんか引っかかってる、なんか引っかかってる。勘弁してくれよ。邪魔だな、すげえストーカーのように来てますね。もういいっつうの、来なくて君たち。よいしょー、やばいな、なんとかして。ほっ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 ほ、溶けろ。よし、いった。よし、とにかくもう早く溶かすんだこいつを。やめろ、やろう、痛えっつうんだよ。ちょちょ、よし、さあ第3フェーズだ。さて、とりあえず弾を補給しないとまずいぞ。で、どんな感じだ。ここで火が出てて、あれ何なんだろうな、これね。どうしたらいいんだろうな。ずっと火が出てんのか。ってなると、こっからまっすぐ行って、斜め行って、あっちジャンプかな。そんな感じかな。よし、行くぞ。まず、ここ降りて、マッシュ帰ってきた？よし。まず、ここ降りて、で、ジャンプして、こっち行って、で、こっちジャンプで、なんとか、お願いします。無理でした。ピクシー、よし。危ねえ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 、よかった。
はあ、もうデミリッチとかね、もうお気楽なもんですよね。あれだよな、デミッチとかさ、マッシュボーとかほぼもう存在してないもんな。ギアボさん、もうちょっと強化してもらえないですかね。うん、お願いします。さあ、行くぞ。よし、さあ来い。よし、もうとにかくまずソウルセルだ。速攻ソウルセルを壊すぞ。行け。来るよね。そうだよね。とりあえずあれなんだ、宝箱に乗らないとまずい。よし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 、死ねや、くそ、強すぎる。マッシュ頑張れ。よし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 、こう、よし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 、その間に俺はソウルセル。ふう、もう、あ、なんだあれ、え、何このビーム、え、なんか今ヒュッてこっちに来たよ。ちょっと待って待って待って、あれもしかしてオートで寄ってくる。うわ、えぐいな。でも本当に近づけないですね。邪魔だお前。あれだな。あ、やばい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 、来るんじゃないよ、こっち来るんじゃないよ。いって、なんだなんだな、何食らったんだよ。いかんいかん、2回になってんじゃんこれ。ちょっと待って待って待って、2回は無理です。ほっほっ、ちょっと待って、本当に宝箱に乗らないとまずいなこれ。いかん、危ねえ。はっ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 、余裕全くなしよっ。うわ、あ、まずいまずいまずい、武器間違えてる。やばい、めんどくせえ、もうバッター来ちゃったよ。くそー、まずいな。ほっ、2回目ダメじゃないこれ。マッシュ頼む、死んでくれ。もお前か、勝てよバッターせよ。あぶねえ、ほっ、よし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 、うわ、まいって、うわ、頼むマッシュ、ごめんよ、これ無理だよ。あぶねえ、よし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 、ほっほっ、でどこ、あれか、よし壊した。これほんとまずいな。だってこれ2回目すごいギリなんだけど。ちょうど当たるようになってるよ、ジャンプした瞬間に。いや無理だよこれ。あー、まずいまずい、待て待て、どこだ、あっちだ、あっちあっちあっち狙い、あっちあっちがこっちじゃなかった、こっちだ、岩礁はこっちです。頼む、頑張れ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 、あぶねー。はっふう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 、よし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 、早めにジャンプしないとダメってやつか、一発目ね。あ、また消えたよ表示が、勘弁してくれよ表示切れんのは。タイミングです、全ては全ては。よし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 、壊れたか壊れたか、早い、あ、遅い。マッシュ頼む頼む、お願い。あ、ダメだ、マッシュ死んじゃった。岩礁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 、よし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 、なんとか。これきついな、やばいだろう、タイミング完全にあれだな。うわー、いねえよ。いねえ、敵がいねえ。うー、やばい、マッシュ棒も死んでた。ちょっと待て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 、うわー、いけいけ、ダメだー、嘘だろ。うー、誰か戻ってきてくれ。マッシュもいねえ、敵もいねえよ。うわー、最悪だな。うわー、無理だー。どっか宝箱、よし。なに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 、何あったんだよ。マッシュは？マッシュは？マッシュどこ行った？マッシュ頼む頼む頼む。はい、なんとかね、フェーズ4の手前まで来ることができました。いやー、何度やってもね、クリアできないですね。難しいですね。ちょっとまたね、なんか装備とかね、いろいろいじっています。
なんでね、シールドの値がね、若干5902っていう感じで増えてますけどね。まあもうね、やるしかないんでね。さあ行きましょうか。なんとかクリアしたいな。行くぞ。よし。うぅ。待って、邪魔だお前。ぐーっと。よし。そう、こいつらがね、めちゃめちゃうざいんですよね。やばい。あれ、一回。はい。あぶねー。よし。お。で、あぶねー、ギリギリだ。おぉ。よし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 。溶けろ。よし。また来ちゃった。岩礁はね、ほんと潰しておかないとまずいんでね。いってー。なんか食らったな。縦のソニックウェーブかな。うお、もう何が何だかもう意味がわからない。いってー、なんか食らってんだよな。うわー、いってー、ごめん。うー、頼む。マッシュマッシュマッシュ、あぶねー。さあ、2つ潰せたので回り込まれていけないんだな、これ。はあ、まずい。待て、いかん、あぶね。こっちか。ちょいまち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 。よし。おお、ぶねえよ。いかん、危なかった。ああ、しまった。ちょっと見なきゃいけないもんが多すぎてね、何かあれしちゃいますね。おお、いててててててて、溶けろ。うー、早く溶けてくれ。もうね、こんなにね、早くソウルセルが溶けてほしいとね、待ち望んだことはないですよ。おーっと、危ね。溶けてくれ。よし。お、いけるぞいけるぞ、俺ならいける、いける。自分を信じろ、自分を信じろだ、今までの自分を信じろ。よし、いったか。まだだな、もう一個あるのか。どこ、どこなの。あぶねえよ。いって、マッシュお願いします。あれか、あぶねえ。いかん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 。よし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 、やったぞやったぞ。俺はやったぞ。もう勝ちだこれで。よし、あとは、あー、でも弾がないな。まずいぞまずいぞ。弾を拾っていきたい。そう、俺は弾を拾うおじさんになるぞこれから。ちょっと待て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 。おおほう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 。さあ、これ以上も失敗するわけにはいかないんだ。よしね、終わり。弾がなくなった。最後はこれだ。ちょ、やったやったやったよ俺。やっとクリアした。はー、俺どんだけやってたかな。編集に入れてない分だけ入れると多分ね、7、8時間ぐらいやってたかもしれない。すげー死んだもんな。よかったよかった。よかった、ありがとう、マシュボ。うん。デミッチもな、ありがとうな。ふぅー。いや、今回ね、ダウンロードコンテンツの中でね、最大の戦いでしたね。とりあえずね、村まで戻りましょうね。はい、村までね、戻ってまいりました。いやー、本当に難しかったですね。まあ自分のプレイヤースキルが低いっていうのもあるんですけどね。昔からね、なんだろうな、ああいうぴょんと跳ねたりとか、なんか弾をかわすみたいな、動体視力がいるようなものが苦手で、まあ、子供の頃はね、ファミコンとかスーパーファミコンの頃っていうのは、もうちょっとね、楽にできてたと思うんですけど、もうジジイになるとね、ついていかないんですよね、目がね。だから弾飛んできて避けなきゃって思うんだけど、当たってから避ける。
っていうぐらいね、もうついていかないですね。で、装備品なんかをね見直してなんとかクリアすることはできましたけども、ちょっとねコンパニオンなんかもねもうついていけてないですね、敵の火力に。というのも、まあこのねシリーズって毎回ダウンロードコンテンツが来るとレベルキャップが外れるんですよ。要は今ってマックス40ですけど、それが、50にできますよとか、次のダウンロードコンテンツが来たら60にできますよみたいな感じで、プレイヤーも底上げされていくんで、なんとかこうついていけるみたいな、バランスになってたはずなんですけど、今回、もうダウンロードコンテンツ第3まででまだレベルキャップっていうのが外れてないんですね。要は敵だけがどんどん強くなっていってるっていう状況になってます。はい、なのでまあちょっと辛いですね。はい、だからカオスレベルマックスのね今50で、一応自分50にはしましたけど、まあ50でねもう渡り合うっていうのがちょっと厳しいです。はい、なんでねダウンロードコンテンツはカオスレベルが35でやってます。まあ、それでも相当厳しいんですけどね。はい、でこの後第4弾が来て、まあ多分ね今目の前に映ってるベスパーさんがラスボスとして、まあ最後立つんでしょうね。なんでねこの第3弾を見る限り第4弾も相当きつそうだなって感じがしますね。はい、まあなんとかね頑張ってねクリアしたいと思いますけど。それではね、ワンダーランズタイニーティーナと魔法の世界ダウンロードコンテンツ第3弾鎖を溶かしまくれ最終形態編でございました。ありがとうございました。バイバイ。